ダイビングのメッカ大瀬崎に来ています。こちら大瀬崎ではダイビングスポットを増やすために海の中に何か工夫をしてるということなんですが、その辺のことをこちらのダイバーの方にちょっと詳しく聞いてみましょう。どうぞ船の方に上がってもらえますか。今日は浜名湖にありますうなぎの養殖場にお邪魔しています。この辺りのうなぎはもう出荷の時期を迎えているそうなんですが、このようなうなぎがどのように出荷されていくのかをちょっと見てみたいと思います。それでは早速組合長さんからお話をお伺いいたします。大丈夫？大丈夫ね。この目は誰かを恨んでる。